はい、65歳時点のはがき形式の年金請求書なんですけれども、そこで老齢厚生年金のみ、繰り下げ希望というところに丸をつけて、で老齢基礎年金のみですね、受給をされている高額報酬の役員さんが、制度共通年金見込み額照会回答表を、ご覧になる場合にはですね、ぜひ老齢厚生年金の繰り上げ下げ額欄というところにご注意いただきたいと思います。繰り上げ下げ額欄にプラス0円というふうに記載がもしあれば、それは結局繰り下げしないでですね、受給する場合の試算になります。で一方ですね、繰り上げ下げ額欄の、ところにですね、プラスいくら何々円というふうな記載がある場合は、結局繰り下げ申し出をする、した場合の試算ですね。で繰り上げ下げ額、欄に、書いてある分だけですね、差額加算部分が増額されて年金が支給されるということになりますね。老齢厚生年金が報酬比例部分、が全額支給停止になるような方の場合がですね、結局繰り下げしても差額加算部分だけが増額されるということになりますのでね。で、繰り上げ下げ額欄の数字というのは、これは何ヶ月繰り下げるかによって異なってくるんですけども、何ヶ月繰り下げた場合の試算かっていうのは、これは制度共通年金見込み額照会回答表の後年請求年月欄、厚生年金ですね、後年請求年月欄とか、あるいは繰り上げ下げ年齢、何歳何月と、何月というふうに書いてありますので、そこを確認いただくと分かることになります。